どうも皆さんこんにちは、マサテルチャンネルのマサテルです。今回はこちらのぬいぐるみをご紹介していこうと思います。今回ご紹介するこのぬいぐるみはですね、太陽産業貿易株式会社さん、略してTST さんから発売されていますワイルドグラフィーというシリーズのぬいぐるみになります。そしてね、この TST さんとコラボということでですね、この爬虫類、両生類、いろいろね種類が出てるんですけど、このワイルドグラフィーシリーズを提供していただきましたので、今回すべてご紹介していこうと思います。このぬいぐるみたち一度はね、見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、このねワイルドグラフィーシリーズっていうものがどういうものかっていうのを説明しておきますと、自然の模様、生き物の色彩、独特なね柄をねプリントで表現することによって、リアルなこの生き物たちをね再現したぬいぐるみのシリーズとなっております。じゃあ早速ね、今回いっぱい種類がありますのでご紹介をしていこうかなと思います。まず最初はこちら、ヒョウモントカゲモドキレオパード月光になります。いわゆるね、通称レオパっていうね名前で知れ渡っているかなと思うんですけど、見てくださいよこれ、めっちゃリアル、リアルなんだけどすごい可愛くできてるんですよね。なかなかこうヒョウモントカゲモドキのぬいぐるみっていろいろなメーカーさんからね出てはいると思うんですけど、もうこのねワイルドグラフィーシリーズのこのプリント柄をねもう最大限活かした商品っていう感じですね。これすごいよね、もう顔のね正面から見た感じもすごいレオパ感あるし、ちゃんとねこの尻尾もいい感じの太さ、このねヒョウモントカゲモドキっていうのはね軽く説明させていただくと、中東、アフガニスタンとか、インドあたりに主に生息しているトカゲになります。でね、名前の通り甲殻ヒョウモンになっていて、なんでトカゲモドキっていうかっていうとですね、このねヒョウモントカゲモドキ自体は、ヤモリの仲間になるんですけど、ヤモリって基本ねこうまぶたがなくて、あの鹿白板っていうねこうなんていうか壁にこう張り付く手の裏にね鹿白板っていうねものがあるんですけど、ヒョウモントカゲモドキについてはヤモリの仲間なんだけど、トカゲみたいにまぶたがあって鹿白板がないので地面を歩くことしかできないんですね。なので、トカゲモドキっていう名前がついています。あとはね特徴的なのはこのイモムシみたいにここのね尻尾の中にこう栄養を蓄えて、長期間水分だけで生活ができるというね、そのね生息地に特化した体になっている素晴らしい、とても可愛い生き物になります。次はこちら、フタアゴヒゲトカゲになりますね。フタアゴヒゲトカゲ可愛いよこれね。僕はなんだろう、このぬいぐるみでフタアゴヒゲトカゲってあんまり見たことないんですけど、こんなにリアルなフタアゴヒゲトカゲのぬいぐるみ皆さん見たことあります？これすごいよね。これ柄もそうなんですけど、この体型、これなんていうの、ここが五平餅みたいな感じになってて、この体表のね横のこのトゲとか、この顔の周りについているトゲと、あとこの顎のね感じとか、すごいよこれ。お腹もねちゃんと別の柄でプリントされているので、これすごいリアルなんだけど、ほんと可愛い感じに出来上がってますね。これね、フトアゴヒゲトカゲは、オーストラリアに生息しているトカゲになるんですけど、なかなかね飼育下では見られないんですけど、このフトアゴ、顎をねこう威嚇するときにこう広げたりするんですよね。なんで通常時でもフトアゴって大きい顎なんですけど、その怒ってる時が本当にこう顎がこうでかくなるんですよね。なのでね、フトアゴヒゲトカゲっていう名前がついてますね。海外名だとビアーデッドドラゴンっていうね、こうヒゲの生えたドラゴン、怒ってる時こう結構ね野生からとここが黒いので、こうヒゲみたいな感じに見えるんですよね。僕もね爬虫類をね初めて飼育したのがフトアゴヒゲトカゲだったので、かなり思い入れがあるので、すごく可愛いこのぬいぐるみ。なかなかないよ、ほんとこんなねリアルなフトアゴのぬいぐるみ、めっちゃ可愛いよこれ。フトアゴヒゲトカゲってね、ほんとねご飯を食べている時がめちゃくちゃ可愛いんですよ。こう人間がねこうくちゃくちゃ口開けて食べるのはねちょっと耐えれないんですけど、フトアゴヒゲトカゲがねこうむちゃむちゃ食べてるところはね何時間でも見ていられる。あとはね、フトアゴヒゲトカゲと一緒のね、アガマ科に生息しているね
昔あの SNS でこうスパイダーマンみたいな感じで流行った、トカゲもいたりするので、そちらもねチェックしてみてください。次はこちらイグアナになりますね。まあ、主にねこれ多分グリーンイグアナになるかなと思うんですけど、南アメリカなどにね、生息しているトカゲになります。まあ、トカゲっていうかまあイグアナですね。まあ、これもねイグアナのぬいぐるみって結構いろんなところから出てるんですけど、なんだろうな、この体型とかすごいイグアナ感すごくない？見てお腹のねぽってり具合と、やっぱこのグリーンイグアナ特有のねこのここの何顎の下のでかい鱗だったりとか、この顎の袋みたいなところだったりとか、これすごいすごいリアル、誰が見てもイグアナじゃないこれ。まあ、このね特徴的なクレストって呼ばれるねヒレだったりとか、まあ、ほんとねこんなイグアナ感がある、ぬいぐるみはなかなかないと思うので、ぜひねイグアナが欲しい方とか飼ってみたいけどね、やっぱうちもねあの最初ねグリーンイグアナ欲しかったんですけど、なかなか大きくなるので飼育できないっていうね方とかにねぜひおすすめしたいねイグアナのぬいぐるみになります。まあ、たまにね発情期のオスに、こういったね、イグアナのぬいぐるみをあげる人がいるとかいないとか。次はこちらカメレオンになりますね。まあ、形状的にはねエボシカメレオンになるのかなと思うんですけど、まあ、カメレオンの中ではね結構メジャーな種類になりますね。この形のエボシカメレオンはね、まあ、主にねあの中東に生息するカメレオンになるんですけど、この特徴的なここの、まあ、日本でいうところの、まあ、エボシをかぶってるみたいなんで、まあ、エボシカメレオンって言うんですけど、特徴的な尻尾、これがね結構ね外巻きにねこう間違えてなってることあるんですけど、皆さん内巻きなんですよ。これ結構ね知らない人多かったりとか、あとは特徴的なこの足のねこの指のところだね、こうやって掴む、この指のところがねきちんと再現されていたりとか、あとはこのね前足にね針金が入ってるので、ちょっとね形をね変えれるんですよね。こういう感じで変えれるので、例えばなんかこう掴んだりとかねできる感じになってます。めちゃくちゃ可愛くない？こんなでかいカメレオンいたらちょっと飼育したいね。これもねかなりカメレオン感がある、いいぬいぐるみになりますね。もうこれねカメレオンのね、ちょっと豆知識的なところを話すとですね、1回の産卵で卵を60から70個産むそうです。すごいよね、60個から70個も産むんだよ。まあ、そんなにね産むのって思うかもしれないんですけど、やっぱりまあ生息地にはやっぱ天敵が多かったりとか、まあ、早期にね死んでしまう要因っていうのが多分あると思うので、まあ、そんだけねいっぱい産むっていうのと、あとカメレオンはね寿命が短いんですよね。まあ、生きてもね5年ぐらいで死んじゃうっていうことが多いみたいで、まあ、爬虫類の中ではかなり短命な生き物になりますね。まあ、ちなみにこれもね豆知識なんですけど、カメレオンってこう舌を伸ばすじゃないですか。あれってね1回のなんていうの獲物を取るときに取れなかったりするじゃないですか1回で。そうするとね何回も伸ばしてると徐々に飛距離が縮んでいくんですよ。次はこちらエリマキトカゲになりますね。エリマキトカゲってみんな好きだよね。なんかエリマキ、なんか僕このねエリマキを見るとね、あのジュラシックパークのあの恐竜を思い出すんだよね。いやーこれもねめちゃくちゃ可愛い。このエリマキのね形だったりとかすごい特徴的に捉えてて可愛いですね。どうすかこれ、この勇ましい感じ。まあ、エリマキトカゲ自体はもうオーストラリアとかねパプアニューギニアに生息するトカゲになります。まあ、やっぱねエリマキトカゲといったらこの頸部からねこの顎の下にこう広がるエリマキ状のね皮膚ですね。まあ、これもねなかなかね飼育下ではねこうやって広げてる状態っていうのはねやっぱ威嚇する時なんでなかなか見ることができないんですよ。だから飼育下だとこうやってね基本的にはこうやってエリマキがこう閉じてる状態なんですけど、まあ、エリマキのね飼育下で何が可愛いかって、僕飼育してないんですけど、いつかね飼育したいなと思ってて、何が可愛いかってご飯を食べるとき咀嚼するときにね顎のこの動きと一緒にこうヒレがねパカパカパカって開くんよね。あれがね可愛い、めちゃくちゃ可愛い。なのでねぜひねエリマキ飼育されてる方はねそこをねいっぱい動画撮るとねめっちゃいいと思う。めっちゃ可愛いからぜひね、このねぬいぐるみと一緒にこう並べてみたりとかしてね SNS とかにアップしてみたらどうかなと思います。次はこちらコモドトカゲ、まあ、通称コモドドラゴンっていうやつですね。コモドドラゴン知らない人いないよね多分ね。爬虫類飼育者じゃなくても知ってるんじゃないかなと思います。
まあ、コモロ島をね中心に、インドネシアとかにねこう生息している、まあ、世界最大級のトカゲになりますね。いわゆるモニターっていうね、ジャンルのものになります。大トカゲね。まあ、コモドドラゴンってねやっぱりねこう舌をペロペロしてる印象が強いので、多分ねこのぬいぐるみも可愛い、このペロンってなってるのがめちゃくちゃ可愛くて、なかなかね特徴を捉えてる。この首のあたりのねこのヒダだったりとか、お腹の横のヒダだったりとかっていうね、ヒダっていうか、まあ、たるみみたいなところかな。すごいよこれ、このぼってり感、これがこうのしのし歩かけよ、のしのし。いやー可愛いねコモドドラゴン。まあ、コモドドラゴンってね結構有名な話で、嗅覚が優れているっていうので、まあ、数キロ先のね、獲物の匂いを嗅ぎつけることができるらしいんですよね。なんていうかもう怖いよ。しかも歯と歯の間にあるね、なんていう管から毒を出すことができるらしくて、まあ、その毒でねその獲物をこう噛みついた時に毒を流し込んで、まあ、失血して、まあ、ショック状態にね落とし入れてから獲物を仕留める。なかなか怖い世界最大級のトカゲになりますね。まあ、爬虫類好きならね、まあ、一度は実物見たいなっていうところがあると思うんですけど、まあ、小諸島もね一時期まあ閉鎖するとかっていう話もあったりとか、まあ、結局ねなんか入場料がなんか高くなったのか、まあ、ちょっとわからないですけど、まあ、大トカゲ好きとしてはね現地に行ってこのカメラでね、まあ、コモドドラゴンのねすごく綺麗な映像をねいつか撮りたいなと思っております。まあ、少し前にね国内の動物園にも来るかもみたいな話があったので、もし国内に来たらねバシバシ撮りに行ってね YouTube で上げたいと思いますので、その時は楽しみにしていてください。爬虫類枠最後はこちら、一番でかいワニになりますね。まあ、熱帯や亜熱帯にねかけて23種類ほどのね種類が生息するもう超大型の爬虫類になりますね。これすごいよ、見てこれ、このヒレ、ヒレも全部尻尾までこうついててでかいめちゃくちゃでかい。で顔もねこんな感じで結構可愛い感じにできてて、ほんと体型もすごくワニだよ。だからちょっと赤ちゃんの時のワニみたいな感じで、これ可愛いね。ワニはね、もう本当説明不要っすよね。ナイルワニやまあイリエワニっていうのはね、まあ、捕食者の頂点って言われてるので、まあ、実物見てみたいですけど、まあ、見た時にはってやつですよね。しかしね、これめちゃんこ可愛い。結構ね、このワイルドグラフィーシリーズの、まあ、いろいろ種類があるんですけど、これだけね、ちょっと値段が高いんですけど、まあ、大きいので。これね、ワイルドグラフィーシリーズの中で僕個人的にはおすすめ。このなんだろうな、まあ、大きさとやっぱりこの体表のねプリントとかね、なかなかこんなリアルなワニのぬいぐるみをね僕見たことないので、まあ、結構僕日頃からぬいぐるみチェックするのが趣味みたいな感じなんですけど、これはね本当に出来がいい。このワニのぬいぐるみは、まあ、ちょっとねワニの豆知識を最後に言っていこうかなと思うんですけど、まあ、食べたものをね胃の中ですりつぶすためだったりとか、水中でこの体重の調節をするためにですね、日頃からこう石を食べてなんか胃の中にね蓄積できるらしいんですよ。どんな構造っていうね。次はこちら、両生類シリーズ、アカメアマガエルになりますね。これね、アカメアマガエルに関してはこう2サイズありまして、ちっちゃい手のひらに乗るぐらいのと、これほんとでかいのよ、こんな感じのサイズ、わかるか、めちゃくちゃ可愛くない？これね個人的にはこっちのでかいサイズおすすめ。まあ、結構体型とかは、まあ、ほぼ一緒なんですけど、なんだこの存在感がやばいよね、このアカメヤマガエル、この大きい方、これめちゃくちゃいい、めっちゃ可愛くない？これもうこれだって置いといてごらんよ、存在感がすごいからね、これね。まあ、このアカメヤマガエルに関しては主にね、中央アメリカにね、生息する赤い目がねこう特徴的なカエルになります。まあ、日本でもね結構アカメヤマガエルに関しては結構グッズ化されてたりするので、まあ、知ってる方も多いかなとは思うんですけど、まあ、僕のね周りで飼ってる人いないからねあんまり実物見たことないんですよね。まあ、でもねほんとアカメヤマガエルってこの目のこの猫目みたいなねところにこう赤目だったりとか、この獅子のねこのオレンジ色のオレンジ赤かなのこの色とこの青いねこのラインがねめちゃくちゃ鮮やかなんですよね。まあ、こんな鮮やかでねこう天敵に狙われないかっていうのがあるんですけど、結構隠れている時はね葉っぱにくっついて目を閉じて獅子をねこうくっつけてこういう感じでいるらしくて、まあ、そうなることによって、まあ、天敵からね身を守ってほぼ黄緑色一色になるそうです。いやこれねほんとおすすめ。次
次はこちらベルツノガエルになります。まあ、こちらのねベルツノガエルも2サイズありまして、このちっちゃいねこの手のひらに乗るぐらいのサイズのものと、これ迫力がすごい、めちゃくちゃでかいよこれ。大きいサイズ2種類あります。さっきのね赤間山ガエルと比較するとでかいんよこれ、マジでこんなんだからね。でもベルツノガエルの方がね太いからね、ちょっと存在感がすごい。まあ、このねベルツノガエルのぬいぐるみもねすごい特徴的なねところを捉えてて、この目のねこうとんがってるところだったりとか、この体型だったりね、この体表の感じもすごいいい感じにね、こう正面から見た感じとかもベルツノガエルそのまんまだよね。でこのねベルツノガエルに関しては主にね南米に生息するカエルになるんですけど、まあ、飼育されてるねカエル系の中ではこのツノガエル系っていうのは一番人気があるんじゃないかなと思います。まあ、皆さんもね一度はホームセンターとかでね、見たことはあるんじゃないかなと思うんですけど、ツノガエルはねこのねなんだろうな、このボテッとしたフォルム、これが本当に可愛い。まあ、初めてねカエルを飼育するっていう方は結構おすすめのカエルですね。めちゃくちゃ可愛い。これね2個買ってねこうやって頭の上に乗っけるのめっちゃ可愛いと思う。これ結構おすすめな配置の仕方ですね。次はこちら日本のカエルたちですね。まあ、この日本のカエルたちはこのサイズしかなくてですね、全部この手のひらサイズぐらいのサイズになります。こっちからアマガエル、トノサマガエル、ヒキガエルの順番でラインナップがあります。これアマガエルなんかはねまあ知らない人はいない感じのカエルだと思うんですけど、これもねなかなかねこんなリアルなアマガエルのぬいぐるみ見たことないですよ。このね特徴的なこの横の黒いラインだったりとかすごいねこれね。まあ、結構カエル好きの方多いからね結構チェックしてみてはいかがかなと思います。まあ、次はねこちらのトノサマガエルですね。トノサマガエルの、ね、ぬいぐるみってなかなかねないじゃないかなと思うので、トノサマガエル好き、まあ、僕とかねめっちゃトノサマガエル好きなんですけど、トノサマガエル好きとしてはねこれは押さえておくべきぬいぐるみじゃないかなと思いますね。これ結構ね特徴的なちょっとまだらな色だったりとか、このね横のラインだったりとか、これはね可愛いっすよ。うん。まあ、次はねこのヒキガエルですね。まあ、本当はねこの他の2匹よりは体格はでかいんですけど、少しでかいかなっていうぐらいのサイズ感ですね。いやこれもねすごい特徴を捉えててね、他のとねちょっとね体型が違うんですよね。これアマガエルと比較してもちょっとヒキガエルの方が少しでかくて、このお腹のねぼってり感がちゃんと再現されている感じですね。で背中のイボイボもこうプリントでね再現されててすごいいいっすね。もうヒキガエル結構ね飼われてる方も多いと思うので、まあ、この子をめでながらねいつかちょっと迎える日を待とうかなと思います。まあ、今回はねちょっとお借りした中でですね、あ日本のカエルしかないんですけど、あとねヤドクガエルシリーズっていうのがありまして、まあ、そちらのねヤドクガエルも、各種ねこれぐらいのサイズでラインナップがありますので、まあ、そちらもねぜひチェックしてみてはいかがかなと思います。はい、ということでね今回太陽産業貿易株式会社さんから、提供していただいたワイルドグラフィーシリーズのぬいぐるみをご紹介させていただきました。もうほんとねもう全部の種類がこのね独特な柄をねプリントした、まあ、商品となっておりますのでね、ぜひ皆さんねチェックしていただけたらなと思います。まあ、今回紹介した商品はですね、概要欄にリンクが貼ってあります通販サイトから購入することができます。まあ、今後もね TSC さんとはいろいろな形でね仕事をね一緒にしていこうと思っておりますので、まあ、詳しくは言えませんけど、とりあえずですね皆さん、あの爬虫類のあの両生類のぬいぐるみが欲しい、あのモルフの爬虫類両生類のぬいぐるみが欲しいとあればですね、このコメント欄にいっぱい記入しちゃってくださいということです。まあ、ということでね今回この動画終わっていきたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあバイバーイ。